千葉の街をブラブラ歩いていたところ、前から褐色のリックドムが歩いてきた。もしかしてあれ根本晴美じゃねえ。あの官能的な肉体、ゴリラみたいな顔面、絶対そうだよ。そう思った俺は意を決して尋ねてみた。すいません、根本晴美さんですか？いえ、私はアーネストホーストです。アーネストホーストの流暢な日本語に今ただ驚嘆した。上がらないだろ。めちゃめちゃ面白いけど。いや面白い。言いそうだ。いえ、私はアーネストホースト。言わないでしょ。パーフェクト。これエンジェル上げとこうか。パーフェクトですね。年末ですから。